月の塾チャンネルようこそ。塾長安田です。今日は2020年3月の時事問題解説を行っていきます。はい、内容は、高校受験レベルとなっています。動画の最後には、簡単な確認テストも用意してますので、ぜひともチャレンジしてみてください。それではご覧ください。まずは新型コロナウイルスについてです。はい、3月に入ってから、状況全然好転しません。 WHO 世界保健機関が、新型コロナウイルス正式名称 COVID-19 についてパンデミック、世界的な流行であるということを表明しました。はい、その通りですね、世界各国で非常事態宣言、緊急事態宣言というのが出されています。日本でもまだ、そこまでではないのですが、もうご存知の通り学校が休校措置を取ったりとか、スポーツをはじめとする、人がたくさん集まるようなイベントはクラスター感染、集団感染ですね、その恐れがあるので、延期したり中止したりといった自粛をしている、状態になっています。3月下旬の時点では、首都である東京がもうロックダウンす、寸前に、非常に瀬戸際に追い込まれている、状態ですので、この先まだまだ予断を許さない、状況であることには変わりはありません。そしてこの3月に入ってから、この新型コロナウイルスを感染した時の症状についていろいろ分かってきたことがあります。そしてその一つに、味覚とか嗅覚ですね、要は食べた時飲んだ時の味とか匂いですね、に異常が出てくると、これが、この感染の、症状の特徴なんじゃないかと、言われ出しました。この症状について私が最初に、耳にしたのが3月の上旬ですね。NBA アメリカのプロバスケットボールのユタジャズというチームに所属している、オールスター選手のルディ・ゴベアという選手がいるんですが、彼は残念ながら陽性になってしまったんですが、その後、その味覚嗅覚ですねがしないんだということをツイッターで情報発信してたんですね。その時は、そういった情報がほとんどなかったので、そういうこともあるんだぐらいに捉えてたんですが、どんどん情報が出てきて、感染者の多くがかなり味覚とか嗅覚に異常があるという報告が出てきてるんですね。そして、日本でも阪神タイガースの藤浪投手が残念ながら陽性になってしまったのですが、やはりその味覚と嗅覚の異常、そこからおかしいということで検査した結果陽性になったということなので、この味覚とか嗅覚の異常という特徴、これがこの新型コロナウイルス、今のところ未知のウイルスなので、なかなか有効な対策というのはないんですが、こうした情報が新型コロナウイルスの謎を解く一つのきっかけになると非常にいいんではないかと思います。次は2月23日についてです。はい、この動画は2020年3月の時事問題解説なのですが、期間としては2月の21日から3月の20日までということで、2月23日取り上げました。はい、この2月の23日祝日だったのですが、何の日だったか覚えてるでしょうか。2月の23日は天皇誕生日です。そして2020年の2月の23日については令和で初めて迎える天皇誕生日だったということになるんですが、ここで親と思った人はなかなか鋭い。はい、今年2020年は令和2年なんですね。じゃあ令和元年があるじゃないかと、2019年があるじゃないかということなんですが、実は2019年には天皇誕生日という祝日はなかったんです。なぜかというと、はい、2019年の5月1日に、天皇が即位されると
いうことがあったんですが、当然現在の天皇の誕生日2月23日、はい、2019年の時点ではまだ天皇になってないんですね。皇太子であったわけです。ですので当然2月23日は天皇誕生日で祝日ということにはなりません。では現在は退位されて上皇陛下になった平成天皇の誕生日はどうだったかというと12月23日なんですね。はい、2019年の12月23日の時点では当然もう退位されて上皇陛下ということになっているので、当然天皇誕生日で祝日ということにはならないわけです。ですので2019年は天皇誕生日という祝日はなかったと、そういうことになります。まあ、そして、退位された平成天皇の12月23日については、去年は祝日じゃなかったので当然平日なんですね。平日だったんですが、今後、まあ、いずれ祝日になるのではないかと言われています。例えば、明治天皇、誕生日が11月3日なんですが、これは現在の文化の日ということで祝日になっています。そして昭和天皇誕生日4月29日ですが、現在の昭和の日ですね、こちらも祝日になっています。ということで平成天皇の誕生日12月23日もいずれ〇〇の日と名前がついて祝日になるのではないかと言われています。次は東京オリンピックについてです。はい、皆さんご存知の通り東京オリンピックは新型コロナウイルスの影響で1年延期されることが決定しました。2021年の開催ですね、決定しました。ただ、現時点ではまだ日程も決まっていませんし、それこそ、選手選考の問題だったり会場の問題だったり、スタッフですね、ボランティアの方をどうするんだとか、まあ、様々な問題があるので、今後どのような形で開催されるのかということはまだ不透明、ということになります。まあ、ひょっとしたらこの動画アップする頃には何か新しく進展があるかもしれません。まあ、何より選手の皆さんがね、しっかりと、力を出し切れて素晴らしいパフォーマンスができる大会になってほしいなと思います。次はスーパーチューズデーについてです。はい、このスーパーチューズデーというのはアメリカの大統領選挙についての言葉なんですが、はい、現在、アメリカの大統領選挙というのは何をやってるかというと、はい、アメリカは基本的に、共和党と民主党という、まあ、二大政党が、それぞれ争って、勝った方が、まあ、大統領、になるという形になるんですが、まあ、その各党の候補者を選ぶための予備選挙とかをしている段階なんですね。まあ、ただ共和党に関しては、現在の大統領のトランプさんが、まあ、ほぼ候補者として、まあ確実だと言われているので、注目すべきは民主党ですね。民主党の候補者が誰になるのかと、まあ、現在、何人か、候補者がいるんですが、その候補者が誰に絞られていくのかと、いうことが注目されているんですが、その鍵を握るのがこのスーパーチューズデーと言われるものなんですが、はい、これはもちろん火曜日なんですけど、まあ、3月の頭の火曜日に、この予備選挙などが非常に集中する一日があるんですね。まあ、火曜日集中する一日があるんですが、当然その日の結果がこの候補者選びに非常に大きく影響するということで注目されているんです。はい、そして今年スーパーチューズデーの結果どうなったかというと、現在の上院議員であるサンダースさん、そして、前副大統領であるバイデンさん、まあ、この2人にほぼ民主党の候補者は絞られたのではないかと言われています。まあ、まだまだ続くんで、大逆転があるかもしれないですが、現在の状況ではサンダースさんとバイデンさん、どちらかが民主党の候補になるんではないかと言われています。そして、どちらかが決まった段階で、
共和党の候補者のトランプさんとこう一騎打ちをするわけですね。そして勝った方が大統領になると、こういう流れになっています。はい、ということで、この大統領選挙の、民主党の候補者選びに非常に影響力のある一日、これがスーパーチューズデー、そのように覚えてください。最後に高輪ゲートウェイ駅が開業したことについてです。はい、この高輪ゲートウェイ駅というのは東京の山手線ですねの30番目の駅として開業したんですが、この新駅が開業するというのが、約50年ぶりということで話題になってます。はい、そしてこの名前ですね、高輪というのは、実はこの駅名というのは公募されるんですね。一般から公募されてその中から、選ぶんですが、高輪駅というのが実は公募で1位だったんですね。ですので高輪という名前が駅名に入るのは、全然納得できるんですが、ゲートウェイってなんだと。実は、公募の中に高輪ゲートウェイ駅というのが入ってたんですが、順位としては130位だったんですね。ところがその130位だった高輪ゲートウェイという名前が正式名称になったということで、じゃあゲートウェイってどういう意味なんだというとですね、この駅名の場合は玄関口という意味で使われています。はい、その昔、東京がまだ江戸だった頃ですねには、高輪という地域が、主に、西の方から来る人たちにとって、玄関口だったと。関所というものがあって、その関所を越えて江戸に入っていくという玄関口だったということで高輪ゲートウェイ駅というのが名付けられたわけです。また日本地図を作った、測量で作ったで有名な、あの伊能忠敬、はい、知ってますよね。はい、あの伊能忠敬が西日本の測量に出るときに高輪をこの起点として、測量に、出かけていったと、いうことで、実は、有名な場所でもあるので、そういった意味でこの高輪ゲートウェイ駅という名前が付けられたということになっています。はい、解説は以上になります。この後、簡単な確認テストがあります。ぜひともチャレンジしてみてください。問題の表示時間が短くなってますので、一時停止しながらでも構いません。それではどうぞ。
はい、テストは以上になります。この後、回答が表示されます、表示時間短くなっているので一時停止しながらでも構わないのでしっかりと採点してみてください。それではどうぞ。はい、テストの出来いかがだったでしょうか。はい、目指すはいつも言ってる通り満点ですので、満点取れなかった人はもう一度しっかりと復習してみてください。はい、ということで今回は2020年3月の時事問題解説をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。